鉄鋼竜。ハウドラゴンの異名を持つ世界を小惑星とするこの巨大な結社は、八化衆といわれる巨大ロボット軍団を作り上げた。が、そのうちの一体はある人物によって盗み出され、密かに日本に隠されていた。その名は天のゼオライマー。ゼオライマーが自分の操縦者と認める人物はたった2人の男女だけである。秋津正人、氷室美久。だがゼオライマーにはある恐るべきプロジェクトがプログラムされていた。それは自らを冥府の王と戦とする冥王プロジェクトであった。